では今回は寝屋川を元気にする力の町の力から都市計画道路小売線茅島三路線の早期着工をについて話していただきたいと思います。改めまして寝屋川市会議員馬場力でございます。ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。力通信19号町の力都市計画道路小売線茅島三路線の早期着工ということで書かせていただいております。まずはこの2つの道路どちらも大阪府で整備重要路線としっかりと位置づけられておりますので、もともと早急に取り組まなければいけない道路だということは、認識をぜひしていただきますようにお願いします。そしてまずは小売線、小売園から、東に向かいましてバス通り上がり末広町の交番を通るこの道でございます。特にこの末広町の交番の周り歩道がございませんので非常に危険な道路になっております。また側溝は滑りやすく、実際に滑った方ともお話もさせてもらいましたし、側溝に足を取られてこけて、そして入院された地域の方もいらっしゃる、そんなお話もしっかりと多くの声を聞き及んでおります。とても危険な道路、これはしっかりと早急に取り組まなければならない、そんなふうに思っております。そして茅島三路線、茅島から商店街抜けまして三路の方に抜ける茅島三路線でございます。これも茅島の地域の活性化には必要不可欠だと思っております。また東側を通るこの府道との連結は風間市とのしっかりとした協議も必要かと思います。またこの府道と三路茅島線のジョイントにより茅島の高架下が市民の方が安心して集える明るい高架下にしないといけない、そんなふうにも思っております。いずれにしましても今現在は寝屋川市駅では対馬落とし手の整備が始まっております。来年でございます。そして東寝屋川駅では東寝屋川駅前線の整備も今現在行われております。次は茅島、そして郡家、郡線、この2つの道路の着工が必要だ、一日でも早い早期着工を要望してまいりたい、そんなふうに考えております。以上でございます。次回もよろしくお願いします。